はい、皆さんどうもこんにちは、ゆると申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけども、 Who is Zombie、 誰がゾンビみたいなことなのかな、わかんないけど、体験版の方で、ね、遊んでいきたいと思います。アナウンサーなんとかです。続いて速報です。政府はゾンビウイルス災害に関して、政府の管理下で運営するすべての避難所が、なんだろう、何状態、飽和、緩和、飽和、わかんない、なんとか状態になっていると判断し、各地域に設立された民間避難所へ避難民を誘導する方針を発表しました。しかし2日前、ある民間避難所でクラスターが発生したため、市民の間には民間避難所は信頼できないとの意見もあり、政府の方針に激しい反発が起こっています。政府が民間避難所の利用者を増やすためにあらゆる対策を取っているにもかかわらず、避難民の反応は冷たいままです。以上、臨時災害放送局の、なんとつく音めっちゃ怖いじゃん、デイワンじゃない、怖いって、エイデン、いよいよ終日か、不安だな、いっそ朝が来なければいいのにと思ってたよ。それ避難所の審査官が言うことじゃないよね。ベル、おはようベル、はあ、タイミングが現れたな。ほら、グズグズ言わずにこの新聞を見ておいて。ニュース、政府の避難所に人が殺到している、受け入れ先のない市民は周辺の民間避難所へと足を運んでいる。しかし民間避難所には批判も多く、冷たい視線を向けられている状態だ。2033年9月12日、何事も最初の一歩が大切よね、なんとかなるよ、頑張ってね、うん、ありがとうベル。グリーンスキル、緑色の皮膚アウト、外傷がある場合アウト、脱走者、首に赤い帯を巻く市民アウト、写真と見て写真と違う場合アウト、写真と見てダメでしょそりゃ、これはそうか、ニュースは見たわ、審査のやり方を確認しておこう。これからこの民間避難所を訪れる市民を審査し、入所させるかどうかを決めなければならない。ここが審査を受ける市民が待機する場所だ。ドアの上には制限時間である電力が表示される、あの上の黄色いメーターだね、オレンジ色か。この審査結果ボタンを押すと、市民を受け入れるが左ね、もしくは受け入れないか、各右ねを決められる。目標はその日に審査すべき人数で、生存者数はすでに避難所に受け入れた人数だ。あ、だから今10人避難所にいるってことだ。あ、目標人数を達成できないか、あるいは生存者数がゼロになるとゲームオーバーだ。ここには診察中の市民のプロフィールが表示される。名前ロバート・ジョンソン、年齢21歳、性別は男性、出身地域がベロニア。プロフィールの情報をもとに市民に質問をし、感染しているかどうかを判断しなければならない。市民には3つの選択肢から質問できる。時間を節約するために優先度の高いものから質問しよう。お住まいはどちらですか、何か話したいことは、写真と姿が一致しませんが。それはやばくない、写真と姿が一致しませんはやばいよ。感染者を判別するための情報が政府から送られてくる。この図鑑にまとめられ、審査中いつでも確認できる。多分さっき最初に言ってたやつだね。今まで集めた新聞だ。これもいつでも確認できる。最新情報には必ず目を通すようにしておこう。まあ大事なことだね。審査の方法はひとまずこんなところか。避難所の安全のために頑張ろう。よろしくお願いします。うわ、責任重大じゃん。名前ローラ・リチャード、年齢16歳、性別は女、出身地域がベロニア。何、写真がなんかおかしいな。何か話したいことは、今まで暮らしていた地域はベロニアにいました。一緒だな。ここまでの移動手段は、はあ、大変でしたよ、走ってたら派手に転んじゃって。写真と違うことはないけどな。何か話したいことは、いい天気ですよね、なんてはてな、一体何が違って、わかんない、後ろとか向いてもらえないの。いや大丈夫そうだけどな。入れるか。外傷があるのに歩き回ってた、完成、やばい、やっちゃった。マークウォーカー11歳、男、レボスカ。何、むずくね、今まで暮らして、終わった。市民が待ちくたびれてみんな帰ってしまった。むずくね、やべえ、わあ、めっちゃごめん、終わった。めっちゃごめん。体験版をプレイしていただきまして誠にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。体験版でプレイできるストーリーはここまでです。本編ではより多くのイベントと興味深いな、ストーリーがお待ちしております。やべえ、やっちゃった。ちょっともう一回だけ、やる、これできないのかな。やっちまった、完全にやっちまった。ちょっと下手すぎた。
え、てかさ、こうさ、外傷あるかどうかどうやってわかんの？わからなかったんだけど。ちょっと、クソムズじゃねえ。ちょっと待って。いや、でも学んだから、から最初の女の子は断ればいいってことでしょ。わかった。ちょっと、あれさ、一人につきの、あれかと思ってた。制限時間が。わかった。いけるわ。大丈夫。わかった。オッケー。任せろ。うわー、お住まいはどちらですか？オスカー。違うとこじゃない。お腹が空きました。早く入れてください。歩いてきましたか？ボートで川を渡りました。こいつやべえな。マジかよ。入れる？この趣味は俺が、あ、よかった。危ない。この人大丈夫そうじゃない。ベロニアの森を通りました。今まで暮らす地域はエルラミア。他に話したいこと、泣いてる子を見ました。道に迷ったんでしょうか？うわ、行けそうじゃない？市民か？あ、よし、いいよ。こいつやばくない？皮膚緑だよ。これダメだよ。そうだよね。絶対異常だよね。あれはやばいよ。お住まいどちらですか？ベロニア、あってるね。歩いてきましたか？川を渡ろうと思いました。泳げないんです。あ、そう。トイレを貸してください。早くこの扉を。どっちだったんだろう？余裕だな。あ、よかった。行けた？あ、こいつどっちだったんだろう？あ、でもよかった。行けた。危ねえ。よかった。でもさっきの人どうなってたんだろう？めっちゃ気になったな。みんなと話してから寝るとしよう。続きあったんだ。エイデン、すっかりヘトヘトになってるじゃない。プペットが言ってた。何とか言ってた。笑うな。審査するのは朝飯前だったけど、心の準備ができてないだけだよ。分かったよ。よくやったと思うよ。明日もこの調子でね。頑張って。おー、ネクストデーって書いてる。あ、そうか、さっきの成功したかどうかで、さっきのあれが見えるかどうかだったんだ。よかった。よかったとき一回目失敗してるけど、あー面白かった。あー、なんかちょっと難しいね。でも面白いな。結構なんか判断能力問われるというか、なんかこれ続けてたらさ、判断力なんか出てきそうというか、あんまりなんか物事決めるの得意じゃないから、なんか養っていきたいの、こういうので。あー面白かった。終わろう。というわけでね、このね、動画をご視聴いただきましてありがとうございました。 YouTube のね、チャンネル登録者数ね、年内に1000人を目指しているので、ぜひもチャンネル登録してもらえたら嬉しいでございます。友達とかね、家族とかは別でやればいけるこういう美容室でしてもらえたら助かります。 YouTube 以外にも Twitter、TikTok、Instagram で何かしら投稿するのでね、そっちの方もね、反応もらえたら嬉しいでございます。各々の概要欄にリンク貼ってあるので、好きな方が飛んでもらったら楽なの。 Twitter の方では LINE 配信の、なんか何のゲームやるかとかのね、アンケート取ったりとか、配信始めた時にね、ツイートするようにしてるんでね、チェックしてもらえたら分かりやすいかな。もう終わろう。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、高評価の方もお願いします。またねー。